モンブランの助力を得てノックアップストリームを捉え、麦わらの一味は無事空島へ到達した。スカイピアと呼ばれるその国はゴッドエネルが支配する神の国だった。エネルは聖地アッパーヤードのどこかで空の民を常に監視しているという。一方エネルと敵対する別の勢力もあった。彼らはシャンディアと呼ばれ、先祖伝来の地であるアッパーヤードを取り戻すためエネルに戦いを挑み続けていた。そんな状況下、スカイピアの兵に不法入国の罪に問われたルフィたちは天の裁きを受けることになるのだった。ちょっと待って、何これ、何なの。どこかへ連れてく気だ、俺たちを。見てみろ、大変だ、メリー号が連れて行かれちまうぞ。何さ、ロビンちゃん。これぞ天の裁き。不法入国の罪を犯したお前たちは禁断の聖地アッパーヤードにいる神官たちの手で裁かれるのだ。おい、あいつらどこに行ったんだ。やつらの行き先は生贄の祭壇。助けたければアッパーヤードで試練を受けるしかない。仲間を返してほしけりゃ島に入ってきやがれと。まあでも神官ってのをぶっ飛ばしゃいいんだろ。お前たちに勝ち目などあるものか。何より島にはゴッドエネルもいらっしゃるのだ。うるせえ、まとめてぶっ飛ばしてやる。行くぞアッパーヤード。政界人が紛れ込んだか。好都合だ。神官どもを叩き崩すなら今しかあるまい。いや、何やら騒がしくなってきたじゃないか。受けなきゃならねえんだ。とにかくお前らは俺の身の安全を解決するんだ。殺していい生贄はあれだけか。助かったぜ。メリー号へ戻るつもりが見つからなくてよ。なあ、ははー、悪いが俺も迷子だ。仕方ね、噛んで進むぞ。チョッパーが心配だわ。メリー号に戻らなきゃ。たちにもはや逃げ場はない。私が雲に塞がれてる。雲を消せれば近道ができそうなんだけどな。よし、こっからは手分けして仲間を探そう。メリーボーで打ち合わせ。
ビンも無事だったか。メリーゴーに急ごうぜ。何スワン、助けに来たよ。ほほほ、はいはい、メリーゴーに急ぐわよ。試練ととやかく言うが、正直俺らには身に覚えのねえ話だが、受けよう空くんだりのクソ試練。なぜならか弱いレディ二人を守るのが俺の役目。つまりそうだ、これは恋の試練。やべえ、海賊の血を引いている誇りにかけて無様な戦いができるか。とにかく無事でよかった。そうだな。全員無事みてえだな。ナミどうした。神の住む島アッパーヤード、この島まさかこれ見覚えあるでしょ。地上と同じものがここに。この島もともと地上にあった島だ。そう、ここは引き裂かれた島の片割れ。この島はジャヤなのよ。だけどよ、こんな島がどうやって。あの化け物海流しかないでしょ。馬鹿げた話かもしれないけど、かつて地上にあってノーランドが確認した黄金鏡は400年間空を飛んでたんだ。島が黄金鏡だったなんて、これは私へのご褒美ね。なあおい、黄金鏡にはでっけえ金があんだよな。ノーランの日誌によると、そう、確かにある、書いてあった。それならしたらひし形のおっさんにも聞こえねえかな。聞こえるよな。よし、俺は金を探すぞ。シャンディア、および聖海人を救せよ。
直してやらねえと。何の音だ。船には誰もいねえはずだけどな。霧が深くてよく見えねえや。誰だ。メリー号が修繕されてる。ここに誰かがいたんだ。なあメリー、誰だったんだありゃ。 暴れる。どうだったするよ。
望むの出殺雷警報発令よサンダーボルトカノン島にとどまるなら、エネル同様に消すぞ。ここまでだ。
鐘を鳴らすんだ。邪魔すんじゃねえ。黙れ。あの鐘は大戦士カルガラの意志を継ぐ俺たちが鳴らしてこそ意味がある。貴様らに何の関係があるんだ。俺たちは神を名乗る者たちに奪われたこの島を取り戻し、あの鐘を、シャンドラの火を灯さなきゃならねえ。大戦士カルガラは400年前に村を救った恩人のために黄金の鐘を鳴らそうとした。そうだ、同じ400年前、ある探検家が黄金鏡を見たと嘘をついた。世間は笑ったけど、彼の子孫たちは彼の言葉を信じて黄金の鐘を鳴らせた。正解で黄金鏡を探し続けている彼は空に伝えられる。この麦わらの船長さん、そう考えている。素敵な理由じゃない、こんな状況なのに。そいつの、その子孫の名はモンブラン・クリケット。ならば400年前の先祖の名はノーランドか。麦わら、シャンドラの火を灯しに。お前、分かった、行こう。これならあの鉄雲を排除できる。シャンドラがあった場所は見当がついている。ついてこい。ドクロの右目と同じ場所、黄金があるとしたらそこかもしれないわね。おい、任せておけ。いかん、うっかり手を出してしまったか。まあいい、生き残りを追い詰めてやろう。次の脱落者はお前か。なんだてめえは。俺は先を急いでるんだ。本当無用、排除するのみ。俺たちの金は、シャンドラの火はどこに。地図が示していた場所は確かにここなのに。政界の盗賊どもとシャンディアが手を組んで何を企んでいるのかと思えば、狙いはそれか。悩み大きこの世だ。子羊が何を望もうと構わんが、空に根付くこの国そのものが土台不自然な存在なのだ。土には土の、人には人の、神には神の帰るべき場所がある。そうだ、すべての人間をこの空から引きずり下ろしてやろう。そんなことをすれば黄金の鐘までも失ってしまう。あの鐘はあなただって欲しいもののはずよ。心配には及ばん。すでに鐘がある場所の目安はついている。このサバイバル、予想より生き残りが多くなったな。神が予想を外すことはできん。さて、誰が消えてくれる。お前が消えろ、不届き。私は神だぞ。何事も意のままにする。私の思う世界を作るのだ。2億も
いやついにこの箱舟の究極の機能への回路が開かれた。排出された雷雲はエネルギーを増幅させながらスカイピア全土を闇と共に包み込む。さあ宴を始めようじゃないか。アマラガン。私は神だぞ。これ以上私の邪魔をするな。バズーカ。やってやろう。
だというのだ、貴様。こりゃルフィ、海賊でゴム人間だ。雷なら効かねえ。効かんと分かればそれなりの戦い方がある。やってみろ。
走る、空島と共に。Yeah.